どうも、お酒は立ち直ってかまさやんです。こんにちは。今日は2020年の5月の7日でございます。お昼を回ったとこですね。はい、イエモン飲んでおりますね。お茶のイエモン。はい、今日はね、画像も私が着てる服も、音楽もですね、ちょっと優しいものにしていこうということで、はい。今日はもともと仕事休みです。休みを取ってました。で、まあ、理由はちょっとね、免許の更新に行きたかったんですよね。田舎とかって毎日こう講習をやってるわけじゃないので、私一応ゴールドですけども、今回木曜指定だったのでね、休みを取ってたんですけども、ちょっと今ね、こういうご時世でそれもできませんということで、一応猶予、申請して猶予が、ね、もらえるんですよ。ということで、一応3ヶ月間のね、期限猶予もらいまして、とりあえず大丈夫ということで、でまたその3ヶ月後ね、今の状況が続くようならまた猶予、3ヶ月もらうみたいな感じ で、その時、まあ、もうね、講習できますよっていうのはそこでね、もう一回、再度更新するという形で、まあそういったところにも影響してるということでございます。はい。で、まあ今日こんな優しい提出でなぜやってるかというと、まあ喋る内容はね、もうちょっとシビアなんですけどね。最近、まあいろんな、まあ、動画、ね、家にいることも増えて見てますけども、うん、やっぱり、ストレス社会というか、まあストレス溜まりまくってて、そのゴールデンウィークもね、どこにも出れないとか、仕事できないとか、収入入らないということでね、やっぱり、まあ、Twitter とか見てもそうだし、いろんなゲームのコメントとか見てても、なんか荒れてるなっていう、まあ印象はあります。で、最近見てたのは、ムジョックス TV、ゲームウィズ、そのあのシャドーバースを主に、配信されてる動画なんですけども、まあ、昔ね、シャドーバース結構やってたんですよ。どれくらいやったから、うん、結構ロイヤルとドラゴンが好きで。で、ワンダードリームか。伝説になってる。あの、インフレしまくった時のね。ワンドリで僕も引退した。うん、引退しました。はい。まあ、でもそれでもその、配信見てて楽しんで、いいんですけど、最近その、レイジっていうね、そのシャドーバースって今さ、世界大会もあって1億円だったっけ賞金。その大会見ましたけど、レイジっていうね、日本の大会もあるんですけども、そこがまあ、今のこういう状況だからオンラインになってたんですよね。オンラインバトルみたいな感じで、やってたのかな。で、そこにまあ、チャットとかも、そういうコメントできるとこあったのか、まあね、よくわかんないですけど、詳しいことはわかんないですけど、まあそこがまあ、大荒れで、それについて喋る動画が出てて、まあ、面白いとはいえ面白かったんですけど、運営とか、そう言われてる方々、叩かれてる方々とか、なんか、すごい大変なんだろうなって思ってました。あと、最近だと、もふもふ不動産のね、うん、よく見るんです。これは不動産投資家とか、まあ、YouTube のノウハウとか喋ってる方ですけども、まあ、その方の炎上ではないですけど、他の方のちょっと炎上に対してちょっと喋ってらっしゃって、まあ、それは配信者側のやっぱ対応っていう部分で、ね、どうなのか、っていうことをまあ言及されてたのかな。うん。まあ、いろいろ荒れてるということでございます。で、第三国志の方、まあ、新しくね、第三国志の動画を上げられてる方いらっしゃってて、まあ、そのコメントがついたのはその動画ではないのかな。他のゲームかもしれないんですけど、バカかみたいなことが書かれたりしてて、悲しいってツイッターでおっしゃられてましたけど。なんかねえ、と思うところでございます。で、ここからまあ第三国志の話になるわけでございます。まあ私もね、まあ2年ちょっとですか、配信させてもらってて、まあそういうのはいっぱいありますよ。今でもね、それは絶えずあったりしてますし、まあ本当誹謗中傷的なこともあれば、まあちゃんとね、こう作戦的なところ、まあ、意見だったり批判だったり。まあ私に対する行動とか言動の意見とか批判だったり。あとは、応援ですね。応援メッセージとか、いつも見てますとか、というのが、まあ毎日のようにいろんなお手紙が来ております。はい。
本当にありがとうございます。で、そのいや今ストレス社会なんで、まあ、若干ね、なんかそんなの増えてるなという個人的な印象はあります。うちのサーバー、その前茶とか終茶とかはかなり少ないというか、誰も喋らない状況かな、うん、というので、まあ、あれでもないというのはまあ幸いしてますし、同盟内も確かに苦しい状況ではあるけど、うん、まあ、離脱者もちょっと出たりはしてますけども、まあ、なんとか耐えて、みんなね、そんな、そのチャットの中ではもそんな批判的というか悲観的にならずにやれてるのかなっていうのはあるので、まあ個人的にねそれぞれいろんな思いはあるんでしょうけど、うん、まあその部分は楽しめていただけるかどうかはちょっとね分かんないんだけど、うん、まあ何か個人的にある方はね私も意見くれてますし、もちろんねこれからもどしどしいただければいいと思います。はい。でね、うん、やっぱり僕もまあ批判とかまあそういうのもいいとしても、やっぱりなんて言うんだろうな、悲しいねチャットとかコメントはまああるわけでございます。今期だったらもうこれ言いますけど、あの春日とか言われたんですよ、うん、なかなか言われないよね、人からカスとかって、ね、うん、もちろん僕がやってる行動とか言動がそうなのかもしれませんけども、なかなかね人に言えないとか、僕は人生でこう誰かにそういったことを直接言ったり書き込んだことは一度もないですし、うーんと思うとこもあります。で、まあ、その類でなんか YouTube とかね上げる暇があるんだったら第三国志もっとやれよっていうのもあったんですけど、うん、まあ、確かに僕が動画をアップしたりライブ放送ね2時間とかやってますけど、まあ、その時間は確かにまあライブ放送の時はね、あのゲーム画面今一切出さないのでね、シビアな時期なんで、それライブ放送しながらまあやってますけど、確かに集中はできないし、動画作ってる、こうやって動画作ってる、今喋ってる最中はね、これ第三国志できないわけですから。確かにそう。まあ、編集時間とか、まあなんとかパソコン触りながらね、スマホ見ながらはできますけども、うん、まあ確かにそうは、思われてもまあ仕方がないかなと思うけれども、まあ自分なりにはやってるし、いろいろバランスとってやっぱりやらないと、ゲーム今のこの時期さ仕事もあったり、僕はまあ結婚してないので、まあ仕事とあとはまあゲームとあとは自分のプライベート、いろいろバランスとってやっている。まあ家庭がある人はそういう家庭のこととかあってね、それでちょっと今しんどいんでやめますっていう方もいらっしゃったけど、ですんで、まあ、それは僕は自由だと思うんですよね。うん、自由だと思うんで、まあ、配信者たる、その、定めというか宿命みたいなとこかもしれないけど、うん、まあ、今後、別にそれで動画を減らす予定もないですし、うん、第三国志は、それは向き合ってね、うん、やっていきたいですし、まあ、そこまでそれが声が多いんだったら、じゃあもう、そのね、まあ、民主、今回2期連続やってるけど、まあ、来期はちょっと傭兵同盟でやったり、一般でね、どっかにまた参加しようかなっていう選択肢もあるけど、まあ、ここまでね、第三国志でいろんな方とつながれたし、まあ、これはまあ続けていこうかっていうのと、あと他のゲームもね、もちろんしますよ、うん。動画も上げたりちょいちょいしますけど、あの第三国志、YouTuber とか第三国志だけ上げて、名刺やってるからもうそれしかやっちゃダメみたいな。それ以外やってたらもうお前どうしようもない人間だっていう人もまあいるかもしれないけど、うん、まあそこはなんかいろいろゲームやりたいな。なんか今日からソニック、あちょっと話しますけど、ソニックのさ、なんかオリンピックの2020のオリンピックのやるんで、まあ毎回そんな期待してないですね、結局は。でも結局第三国志しか残ってない現状はあるんですけど、まあちょっといろんなゲームねやってみたいじゃないですか。ソニック懐かしいな。僕、メガドライブ派だったんですよね。スーパーファミコンじゃなくて。まあ、その後スーパーファミコン買ったんだけど。メガドライブはなんか、中学生だったかな、親に頼み込んでさ。なんか、それでなんか試験で点取ったらかなんかわからんけど、それだったら買ってやるぞみたいな感じで、確かそれをクリアして買ってもらったような気がします。うん。ちょうどストリートファイターとかが出てて、まあ、ぷよぷよとかもそうだし。で、周りの人も、友達も結構メガドライブ派が多かったので、そっちを選んだっていうのもあるんですけど。シャイニングフォースとかめちゃめちゃ好きなんですよ。皆さん知ってました？シャイニングフォース。ファイアーエンブレムみたいな感じなんだけど、めちゃめちゃおもろかったな。で、そのメガドライブのパックだったんですよ。ソニックのセット、ソニックセットみたいな感じで、
ソフトも1本ついてきてますみたいなパックのものを買って、まあその時その当時それがまあお得だったのでね。でメガドライブで最初にやったのがソニックでした。めっちゃ難しかった印象。超高速アクションだったし、なんかクリアできんかったんじゃないかな結局。分からんけど。まあ今のセガのね顔のキャラクターでもありますしね、まだまだちょっとやってみようかなと思うと、あと20日かな、フォールアウトのなんかアプリのなんかちょっとしたのが出るんで、それぐらいやってみようかなと思います。三国志系はね、ほんと、他の人がやってるのちょっと見てやろうかなって決めてたんですけど、全部ちょっと面白くないから、やらないと思います。はい。そう。で、話を戻しましょうか。まあ、ということで、まあ、そういうなんかもう、まあ、いろんな意見があるなと思う。あとは、やっぱりいろんな価値観だったり、まあ、解釈の違いだったり、あと、まあ、文字は難しいなっていうのは常々思う。うん。で、僕も酒飲むんで、酒飲んでからバーって打ったものとか、感情的にわーってなったことが、やっぱりいろいろ、こう、ね、誤解を生んだり、すれ違いになったり、それでなんか、議論になったりすることって、まあ、結構増えてきてるので、まあ、かといって僕もね、酒はね、やめれないからな。うん、昨日、でも、一昨日なんか深夜作戦に参加して、朝方の作戦に参加して、その次の日と仕事で、今日が休みだったので、まあちょっと無理していいかなっていうことでね、まあ参加して、昨日結構仕事眠ってと思ってて、で帰って、ちょっとライブ放送でもしよっかなと思ってたんですけど、酒一本、ビール一本となんか飲んだら、もう気失ってて、バーって起きたら、やべえみたいな。で、やべえと思うの、何がやべえと思うの、主情が大丈夫かっていう、もうね、その恐怖です、毎日。ああ、大丈夫かな、主情。ああ、大丈夫。まあ、数時間程度じゃ落ちないところにいるんですけど、まあ、ワンチャンもしかしたらね、あるってことで、検視もしてなかったし、もう、そのさ、もうドキドキ感というか、毎日それ、すごいよ。で、分譲もほとんど育てず、もう飛び地ですよ、全部。もし何かあったときに、避難用にしてるのね、分譲が育たないし、大変なことになってます。今まで一番大変なことなんじゃないかな、自分的には。ですんで、多分習慣部君も、20とか全然いかないから、今。多分今週も15万いけばいい方だと思います。4軍目作ったんだけど、4軍目が回らないかもしれない、資源がと思ってて。まあ、オセロとかね、そこら辺でも、なるべく引用してやっていこうと思うんですけど。まあでもこの時期、まあチャットもそうだし、そのシューチャー全チャーも含め、まあ、シューチャー全チャーも一切僕無言なんです。完全無言システム。何も言いません。はい。なんか絡まれるだけなんでね。はい。で、まあ、同盟の方もね、極力、まあ挨拶とか、いろんな指示が出た時、じゃあそこ行きますとかね、戦力上げたりはするけど、必要以上にこう戦略的なこととかは、今優秀な、本当ね、指揮官とか幹部がみんな優秀な人がもうね、揃いに揃ったので、これは僕、それは僕の任命責任でやってるので、その全ての結果はね、私が責任を負うということでやってるので、なんかまあちょっとね、盛り上げる部分での参加をしていきたいと思うんですけども、やっぱりね、いろんなことを、全体的なことを考えたときに、まあ、今期はそういうふうに残りをね、進めていこうかなと思います。はい。まあ、皆さん、本当ね、いろんなストレスが溜まってて、まあ、対三国志の方もね、他のサーバーとかもどうか分かりませんけど、他のサーバーもなんか体制が決まったとか、まあ、確かにこの対三国志ね、一つの、まあ、決勝中継もそうでしたけど、勢力に偏っちゃったら1ヶ月で終わっちゃいますからね。まあ、今期、ルローグも一応残ってるんだけど、選択肢としては。あるんだけど、なかなか厳しいところもあるようでございます。はい。まあ、私に直接ね、個人的にお手紙いただくのは一向に構わないです。はい。なるべくご返信したいと思います。まあ、一方的なさ、この、誹謗中傷みたいなことはスルーするし、ひどい人はもうすぐ即ブロックさせてもらいますけど、もうちゃんとね、合理的というか建設的な部分での批判とか意見というのはしっかりお話しして解決できたかなと思いますし、自分がね悪かったとこっていうのは反省して、これ何の理論か忘れたんですけど、その起きてる事象ね、自分の身の回りに起きてる事象というのは自分何かしら1ミリ
ぐらいはね、責任があるっていう考え方なんですよね、自分は。なので、他人に全部、こう、責任を押し付けて、お前のせいだとかね、いうことは一切、しない方針で生きてるつもりではあるので、うん、その辺をもう一回ね、僕も自身もちょっと、ちょうど、また緊急事態宣言も延長して、いろいろまたあることでございますからね、まあその辺、もう一回自分自身も、まあ、配信者として、プレイヤーとしてはね、まあ、反省し、また、やはりでも、言うことは言うというかね、どう言ったらいいかな。やっぱり、ちょっと雰囲気が壊れるような発言とか、短絡的にポンって投げつけるような言葉とか、そういうのは、確かにちょっとおかしいんじゃないのとか、いうことはあるかなと思うんですよね。できるだけね、それは作戦がおかしかったり、同盟の動きが鈍かったり、なんか、外交的なとこでなんか、ね、変なことされたり、裏切られたり、まあそういうとこでいろいろあるとは思うけど、まあ極力僕自身はね、平穏で、ちょっと皆さんが楽しめれる環境を作ることを本当に、もう一度本当に考え直してですね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。まあ別にお願いというわけではございませんがね、ちょうど今日からね、5月7日は一つ、まあ、区切りじゃないけどね、この今のこの状況から、また縮小してたね、そういう自粛とかされてた店がまた始まったりね、少しまた人手が増えたりして、それでもまた緊急事態宣言が延長もしてるという中でね、いろいろこのゴールデンウィーク明けというか、ステイホーム週間明けにね、こうやってまた一つ何かお伝えできたらいいかなと思いました。はい。まあ、第三国志のプレイヤーの皆さんもね、まあ、楽しんでまいりましょう。はい。ということで、お酒を渡しなきゃいけませんでした。ありがとうございました。